どうも高井です。長期投資の地味で安定した投資の未来、一体どんなものに投資をしていったらいいのか、それはこの本に1802年から2003年までのグラフのデータが載っているので話していきますね。実質トータルリターン指数、株式会社の株券が右肩上がりのえぐい軌道で一番上に載っています。次に長期国債、短期国債が途中までは株券とほぼ大差ないんですけど、中央からほぼ横ばいですね。それが国の借金の国債発行。意外なのが金と銀、横ばいなんですよ。ずっと横ばい。たまに多分金融機とかで伸びてるんでしょうね。そこでニーズがあって集中的に買うんだけど、またどんどん価値が下がっていって、で結局横ばい、下がろうが上がろうがずっと横ばいペースになっていく。それは金や銀。一番やばいのはキャッシュで持っていること。これはドルベースだけど、どん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 右肩下がりなんですよ。これを考えると現金で持っていることが一番リスクだってことが感じられますね。では一体どんな株券にお金を突っ込んでいったらいいのか。 IT 企業みたいなそういう最新の技術を使って今後の国を作って未来を作っていくっていう、そういう企業には投資しない方がいいよってなってる。これなんでかっていうと、 GAFA みたいな Google、Amazon、Facebook、Apple みたいな、そういう今みたいな超巨大企業になる前ってスタートアップの段階で分かんないじゃん。その企業を確実にうまくいくか分かんない。それにプラスアルファで考えてみると、エンジェル投資家の人たちがこの企業に1億の価値があります、いや2億だよ3億だよってどんどん釣り上がっていって、実質なので1億円程度かもしれないけど、気づいたらもっと凄まじい10倍20倍になってる可能性もあるよね。評価を釣り上げられすぎてって利回りが見込めない。だったらみんながあまり見てくれないような人気のない銘柄、安いんだけどリターンがでかいっていう、そういう地味な株券を買っていくべきって書いてある。その配当によってよりその積み増ししていって株をどんどん買い増していく。それは長期的には自分自身に対してすごいリターンをもたらすよっていう話。逆にじゃあ売り時どういう時なのっていうと、不祥事を起こした時とか、もしくは長い間やってたんだけど新しい分野に手を出しますって言ってるような企業、そういう時よく見といた方がいいよっていう。新しい分野に手を出すっていう時は絶対とは言わないけど結構な割合で失敗するからって。そういう意味でもこの本って投資をするって考えで長期投資っていう考えになるのにはちょうどいい本かもしれないですね。入門書です。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。